サブクエやっていくぞ。お、ポケットサーキット、ポケサーだ。め、この見覚えのある看板はポケサースタジアムか。いける？この辺りは店の入れ替わりが激しいってのに、ここはまだ残ってたんだな。10年前もあったんだ、懐かしいな。昔は俺もポケットサーキットでカムロ町最速を目指していたものだったぜ。あ、子供と一緒に。この感じだと大人いなくない？いろんなライバルとレースしたり、マシンを一生懸命カスタマイズしたっけな。みんな何やってんだろうな。もう立派な社会人になっているんだろうか。子供と一緒に楽しんだのか。え、これあれか、あの変な格好した人がいるって言ってた変な格好の人、その横顔はひょっとしてカズマくんじゃないか。あ、カズマくん呼びなんだ。そういうあんたはもしかして、顔が、誰だったかな。なんか TOKIO にこんな顔の人いなかった？おいおい、そりゃないぜカズマくん。レーサーみたいな曲流れてる。ポケサーファイター？え、ポケサースタジアムでレース実況をしている男さ。嘘だよ、ちゃんと覚えているさ。お、ギャグだったのか。久しぶりだなファイター。まったくカズマくんにはしてやられるよ。でも君とまた会うことができて嬉しいぜ。あ、キリュウカズマっていう正体は隠してるってこと？何この BGM。 ふっ、そうか、カズマくんなんて呼ばれるのも久しぶりだな。悪い気はしてないんだね。あれからどうだ、ちゃんと元気にしてたか？うん、そうだね。まあここじゃなんだし、積もる話はポケサースタジアムでしようぜ。わ、ずっと気になってたやつ。カズマくんもスタジアムは久しぶりだろ？うん、そうだな。え、ポケサ、うわーすごーい。え、こんな町にこんな子供が来るんだね。うん、だからいるのか、あのちょいちょい子供たちが心配になっちゃうけど。うーむ、この場所も久しぶりだ。あれから17年、あれから17年ってことは、7年間は無所に入ってるより前から来なくなったってこと？時間の流れは早いもんだね。カズマくん急に顔を見せなくなっちゃったから、どうなったかと心配していたんだよ。今何歳なんだろう。20前半か、下手したら10代ってこと？ああ、俺も急に忙しくなってな、なかなかここにも来られなかったんだ。そうだったのか。あんたはどうしてたんだ？ずっとここで実況してたのか？いや、俺もあれからいろいろあってね、ポケサー実況の腕を買われて北海道から沖縄まで全国の大会を盛り上げていたのさ。すごいじゃん。何？本当か、すごいじゃねえか。へへ、まあね。よく頑張ったな。おー、ファイターも昔は時給850円のバイトだったが、今は結構偉くなったんじゃないのか。あ、趣味の範囲ってされてる。ファイターが目をそらした。実は本社も俺の頑張りを評価してくれてね、社員にならないかって言ってもらえたんだよ。やっぱりちゃんと認められてたんだな。うん、でもあろうことに俺は社員登用の筆記試験で落ちてしまってね。あら、結局今も変わらずアルバイトのまま時給1020円で働いてるんだよ。え、ほぼほぼ最低賃金ぐらいじゃない？いや、県によって違うから分かんないけど。そうだったのか。17年で170円、毎年10円しかアップしてないのか。それは切ないな。17年ぶりに再会して早々重い空気になってしまった。何か言ってこの流れを変えねば。優しさ。時給が上がってよかったな。もう一度社員を目指したらどうだ。転職は考えてないのか。もう一度社員を目指したらどうだ。ここまで頑張ってきたんだし、ファイターの実力に変わりはないんだし、頑張ればまだチャンスはあると思うが。僕も頑張りたいんだけどね。一度試験に落ちたら、また受験資格をもらえるまでに何年も時間がかかるんだ。そうなの？1年に1回とかじゃなくて？またいつ試験を受けられるのかの見当もつかないよ。あの時もっとしっかり勉強しておけばな。さらに空気が重くなっちまった。ポケサーしようぜ、じゃあ。まあそんなこともあって、今俺はこれからのことでちょっと悩んでいるんだ。ポケサーをやめちゃう？実はさ、俺フィアンセができたんだ。あら、何？お嫁さん？
ファイターにフィアンセだと、そんなショックを受けること。再会してから一番の驚きだったね。ああ、いやそりゃ驚くだろう。でもそうか、ついにファイターにも春が来たんだな。お前モテねえだろうのショック、今のは。はあ、実況全国業局の時に偶然知り合ってね、まさに奇跡だよ。そういえば味噌汁手前で女経験がねえとか散々茶化されていたもんだが、無事に卒業できたもんだな。ってことは今17年経ってるってことはもう40近くってことか。40、いや相手はお堅い人でね、席を入れるまではまだ、あそうなのか、なんかすまなかったな、墓穴を掘っていく。いいんだ、それで結婚の許しをいただこうと彼女の実家に挨拶に行ったんだよ。そしたら正社員じゃない男に娘はやらんって追い返されちゃってね。そうだね。しかしバイトとはいえファイターにはキャリアも実力もあるし、子供たちからも好かれてるじゃねえか。他のようなはみ出し者なんかよりよっぽどいい家庭を築けると思うんだがな。確かにね。それじゃダメなんだ。正社員の肩書きってのは想像以上に重いものでね、あるのとないのとでは大違いなんだよ。そういうものなのか。彼女の実家もなかなかに固い家なんだな。桐生さんは組の人だからそういう価値観とだいぶ違いそうだけど、理解しようとする心が素晴らしいですね。そうなんだよ、そういうの気にする過程でね。でもこのチャンスを逃したらもう二度と結婚なんてできない気がするんだ。それにポケサーファイターとしてもそろそろ世代交代が必要だとも思っていてね。ん？やめちゃうの？そうさ、若いレーサーは増えているけど、運営側もベテランだけじゃなくもっと若い力を取り入れていかないとポケサー業界に未来はないと思うんだ。ファイターもいろいろ考えてるんだな。無事に交代ができたら俺は引退して今度こそ実家の豆腐屋を継ごうと思ってる。それなら結婚だって許してくれるはずさ。だいぶ話し込むな。そういう事情があったのか。そうは言っても俺にとってポケサーは人生と言っても過言ではないくらい大切なものだ。半端な世代交代はしたくないってね。キルさんできないよ。ファイター、だから俺と同じくらいポケサーを愛して情熱を注いでくれる熱いやつを探しているんだ。ポケサーを愛する熱いやつか。でもそんな人材を探すだけでも大変なのに、俺はファイターの仕事もあるからさっぱり見つからないんだよ。まあ時間に余裕がないのか。悩んでいる理由は分かった。確かに人生の分岐点にいるようだな。そうだ、ここで会ったのも何かの縁。カズマ君にならポケサーファイターの座を譲ってあげてもいいぜ。いやー、キリュウさん忙しいんじゃないかな。いや、それはいらん。そうか。じゃあせめて2代目ポケサーファイターにふさわしい人材を探すのを手伝ってもらえないか。何？俺がファイターの後継者探しを。ああ、カズマス君が推薦する人だったらきっと信用できるだろうし、組の人連れてきちゃうかも。もちろんすぐにとは言わないよ。カズマ君にも都合があるだろうからね。俺はそこの受付にいるからまた話しかけてくれよ。はあ、ファイターの花道、難しくない？キリュウさんなんかよりも、いや、このファイターさんが探した方が絶対いい人材見つかると思うけどな。触れ合ってる時間も長いし。え、これできるの？私もポケサーできるって聞いたぞ。あ、話すのはこの人なんだね。いや、あ、カズマくん、どうだろう、俺の後継者探しを手伝ってもらえないかな。2代目ポケサーファイター探し、ファイターも困っているようだし、少しくらいなら手伝ってやろうか。やる。どうやって？仕方ねえな、ファイターには狭いにもなったし、後継者探し手伝ってやるよ。え、本当かい、カズマくん。ああ、まあ絶対に見つかる保証はしねえけどな。そうだな、それでも嬉しいわ。ありがとう、カズマくん。そうだ、ん、カズマくん、昔走らせていたポケサーマシンはまだ持ってるかい？10年で全部持ってかれちゃったんじゃないの？いや、ちょっといろいろあって今は持ってないんだ。それじゃあ改めて俺からカズマくんにマシンを1台プレゼントするぜ。ありがとう。いいのか。あ、再会の印さ、受け取ってくれ。ではありがたく受け取っておくぜ。やった、ゴーレムタイガー、かっこいい。スリックタイヤ、あ、そういうパーツ、パワーモーター、あ、なんかもらあったな、売ってたな、売ってたし持ってるぞこれ。嬉しそう、キリュウさん。何個もらうの？これ組み立てる系？むずそう。ただそのマシンはノーマルカスタムだから、さらに速く走らせたかったら新しいパーツをゲットしてカスタマイズしてくれ。
パーツは街中やそこのパーツショップで手に入るぞ。わかった。この初期値一回見たいかもな。すんごいレジェンドアイテムみたいなのあるんじゃないの？ああ、マシンをコースに合わせてカスタマイズするのがポケさんの醍醐味だったな。うんうん、その通り。じゃあ軽く復習も兼ねて一緒に走らせてみようか。望むところだ。へえ。え、私のテクニックもいるのかな？うわ、早回し。ブースト気合注入、視点切り替え。頑張るね。三角と丸が重要そうだね。え、待って。どうしたらいいのこれ。あ、ありがとう。レクチャーを開始するぜ。急に始まっちゃったからさ。最初はとりあえずほっとけばいい。ポケサーはレースで仕切られたコースの中でマシンの速さを競うゲームなんだ。はいはいはい。今遅れてるぞ。レース中はブーストができるぞ。カズマくんの気合がマシンに伝わって加速するぜ。三角を押してブーストを使ってみよう。三角、うわー。あ、でもこのブーストのタイミングミスったらコースアウトするんだね。ものすごいスピードが出せるけど使用回数は限られてるからここぞという時に使おう。コーナーや段差でのコースアウトにも要注意だ。なになに、おっとマシンがコースアウトしそうだ。よそ見してる暇ないぞ。丸の連打でマシンに気合を入れて体勢を立て直そう。ボタン操作なんだ。コースアウトの危機になってから連打開始までの時間が短いほど復帰の可能性が高くなるぞ。え、それはこういうアップになるってこと？カズマくんの熱い気持ちがマシンに伝わったようだね。コースアウトしそうな時はまるで気合注入だ。でも左上のゲージがなくなると注入できなくなるぞ。さあ、むずいね。あとはゴールまで突き進むだけだ。早く結果を知りたかったらレースの早回しもできるぞ。右に倒してレースを早回ししてみよう。できてる？さすが！はあはあはあ、難しいな。ゴール！あ、勝った勝った。ファイター勝たせてくれた、優しい。俺からのレクチャーをここまでだ。もう一度見たくなったり他にも知りたいことがあったら俺に聞いてくれ。うん、難しいね。久しぶりのポケサーはどうだったかな。レースがしたくなったりポケサーで知りたいことがあったら俺に話しかけてくれ。コースアウトしなくなるようなものとかあんのかな。重くなったりとかさ。待ってるぜ。レースのエントリーも合わせて待ってるぜ。はい。どうしたらいいのこれ。クエスト1個終わった？まだ終わってないよね多分。出てきちゃった、ポケサー好きの熱いやつか。そんなやつどこにいるのか見当もつかんな。とりあえず近場のゲームセンターに行ってみるか。ポケサー好きのやつはゲームもきっと好きだろう。はあ、待って、今ね装備がね、イベントを発見しちゃう装備にしてるから外すか。なんかね、ごめんなさい、コントローラーがねぶっ壊れてて修理出さなきゃいけないですね。ここね、クラブセガ。ついでに UFO キャッチャーできそうだったらしたいな、ファイターの後継者にふさわしいやつを探してゲームセンターに来てみたが、そう簡単に見つかるわけないか。いるかもよ。え、あ、びっくりした。もう一瞬真島さんに見えた。おじさん、その台で遊びたいんだけどどいてもらえない？うん、あ、すまんな。 あれその声、それにその渋い顔、あれ、ポケサー知り合い、もしかしてカズマくん？確かに俺はカズマだが、どこかで会ったことがあるか。お、僕だよ、僕、秀樹だよ。昔一緒にポケサーしたじゃんか。秀樹、10年ぐらい前だったら子供なのでは。わははは、記憶がよみがえる。おお、思い出した、ポケサー少年だった秀樹くんか。久しぶりだな、元気だったか。まあね、そのポケサー少年も今は会社員だよ。へえ、休みの日はよくカムロ町で遊んでるんだ。そうか、大きくなったな秀樹くん。ちょっとやめてよ、親戚のおじさんじゃないんだからさ。ところでどうしたのカズマくん、ゲームセンターで険しい顔なんかして。実はな、お、これでポケサー出会いがあるのか。連れてく？あ、出ちゃった。へえ、ファイターにフィアンセ。その話をしたの？あ、まあ後継者を探すっていう理由がちゃんといるのか。まあそこは驚くよな。ただファイターにとって最初で最後のチャンスかもしれんし、力になってやりたくてな。確かに最後のチャンスだろうね。
若干失礼じゃない？モテないって言ってるような感じだよね。それに僕もポケサー業界は若返りが必要だと思うよ。でもポケサーファイターの後継者か。ああポケサーを愛する熱いやつを探しているんだ。これがどこを探せばいいか見当もつかなくてな。秀樹くんやってみないか？案外合ってるかもしれないぜ。僕は無理だよ、仕事もあるし。やっぱ会社員とかには無理なのかな。確かにな、普通の人は家庭や仕事もあるし、ポケサーが好きでも簡単にファイターはできねえよな。やはりファイターに結婚を諦めてもらうしか。いや、ファイターが正社員になれたら一番いいんだろうけどな。もしかしたらあいつなら知り合い？まあなくはないけど、でもポケサーファイターなんてやってくれるかな。少しでも可能性がありそうなやつがいるなら教えてくれないか。これ以上落ち込むファイターを見たくねえんだ。優しい。まあ、分かったよ。たくまって子いたでしょ、覚えてる？わーん。みんななんかのっぺりしてる顔が。ああ覚えてるぜ。お前と仲良くポケサーやってた子だろ。そういえばあいつは今何やってんだ？この町にいるのか？うん、この町にいるよ。ただ最近はちょっと顔を合わせにくくて会ってないんだ。ホストやってるとか。やってくれそうなやつってたくまくんなのか？だが顔を合わせにくいってどういうことだ？まあ歩きながらゆっくり話すよ。ちょっといろいろあったんだ。あーゲーセンしたかった。夜の世界行っちゃったのかな。独特 BGM 流れちゃう。それでたくまくんに一体何があったんだ？実は。おい秀樹くん。あ、彼女？なんか懐かしいこういうファッション。あ、秀樹くんまたこの辺に遊びに来てたんだ。うん、まあね。秀樹の女友達か。だがどこかで見たことあるような。この人は秀樹くんのお友達？はじめまして、私は。え、あれもしかして知り合い？ポケサー仲間？その渋い顔に鋭い眼差し、まさかカズマくん？そういうあんたはもしかして。ふわわわわ、かわいい。かわいいね。ポケサー知り合いいっぱいいるな。ミカちゃんか。くっ、久しぶりだねカズマくん。急にポケサースタジアムに来なくなっちゃうんだもん。心配してたんだよ。ポケサースタジアムって結構年齢離れてるけど、くんとかちゃんで呼び合うんだ。タメ語だし。そうか、心配させてすまなかったな。俺も急に忙しくなったんだ。ミカちゃんは元気だったか？うん、まあね。でもまた会えて嬉しいよ。昔は私、カズマくんの恋人なんて言って一緒にレースしてたよね。懐かしいな。そうなの？言っていい大人でしょ、その時代も。そうだったな。私のお父さんが早とちりしてカズマくんを通報しようとしたりして大変だったね。あはは、そんなこともあったか。あ、なんかロリコンみたいな。むむむ。あ、そうだ、私そこのカフェで働いてるの。もしよかったらちょっと寄っていかない？いろいろお話ししたいし。大人気カズマくん。あ、だが今ちょっと用事があってな。終わったらゆっくり寄らせてもらうぜ。断らない男素晴らしい。ちょっとくらいいいじゃない。なんだかカズマくん昔よりも渋みが増してかっこよくなってるし、職場のみんなに紹介させてよ。いや俺は仮釈放の身ですからね。秀樹くん大丈夫？ちょっと待った。ん？急にどうした？秀樹くん、まあ、ミカちゃん、僕も昔に比べて渋くなったと思わない？あれだったらカフェ仲間に紹介してもいいよ。ジャンルが違いすぎるでしょ、顔の。私はカズマくんを紹介したいんだけどな。こんな渋い眉間をしてる人もなかなかいないし。眉間？ポケサーも早かったし。あ、ポケサー遅いのか。思い出した、秀樹くんはミカちゃんのことが好きだったんだっけな。しかしあの片思いが17年も続いているとは。ポケサーなら僕の方が早いよ。初任給だって全部パーツに突っ込んだんだ。あーよろしくなさそう。初任給を全部？はは、そうだよね。それはそれでどうなんだ。ミカちゃんも軽く引いてるぞ。僕とポケサーで勝負だカズマくん。 あれあの話は誰だっけ？秀樹くんじゃなかったっけ？タクマくんか。秀樹くんはこの人か。ごっちゃになっちゃう。おいおい、ファイターの公認探しはどうするんだよ。たくまくんのとこに行くんじゃなかったのか。僕に勝ったらたくまのこと教えてあげるよ。何？パワーアップした僕の力を見せてあげるんだ。じゃあ先にポケサースタジアムに行ってるからね。
行こう、ミカちゃん。え、私もポケサーが早ければ好きになるってわけではないでしょ、ね、っていうかポケサーのファイターの公認って何のこと。あいつ昔から何も成長してねえな。仕方ねえ、先にレースしてからタクマ君を探しに行くか。組の人たちもっといかつい人はみんなさ、さん付けで呼ぶのにポケサー仲間はくんとかちゃんなの、癒しですね。来たぞ来たぞ。あれ二人いる？いる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 。あ、連れてきたよ。候補じゃないけど。懐かしくない？あ、そういえばパーツ買えるって言ってたな。お金それなりに持ってるし、パーツ買いたいかも。パーツ買わせてもらえますか？買う。あんま今まで買ったことないんだよね。パーツはこちらになります。いかがなさいますか？え、全部買った方がいいのでは？もうわからん。全部買ってよくない？お金それなりにあるし。だってこれアイテム圧迫しないしね。7340円。初任給全部にこれに突っ込んだんだよね、あの子は。とりあえずカスタマイズして、なんかあのさ、パラメーターみたいなのが極力でかくなるようにした。あんまり説明とか見てない。あー、コース選択とかもあるの。話してみるか。カズマくん待ってたよ。もうレースできる？やってみる。ああ。ちゃんとコースの特徴とか見てやらなきゃいけないんだよね、きっと。いや、この子初任給全部つぎ込んだ男なんでしょ。ルーキーコース、とりあえずカスタムしたこのゴーレムタイガーでいきたいと思います。ジャンプセクション、ミニジャンプセクション、ジャンプとかもあるの？ジャンプに向いてるとかあった気がするけど、なんとかなるでしょ。はい、多くのマシンが戦いを挑んできた。ああ、ファイター実況してくれる。このレーサーたちはどう攻略するのか。直線のところでダッシュ、三角をして、コースアウトしそうな時は丸だね。侮れないのがミニジャンプゾーンだ。油断するとコースアウトに繋がるぞ。大丈夫かな。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。気合入ってる。恋にポケサーに。ゴーレムタイガー。バトルは終わらない。カズマ君は秀樹君の投資にどう立ち向かうのか。カズマさんのジャケットカラーにしたよ。青レーンだ。うん、対するは秀樹君だ。秀樹君、みんな位置につけ。負けないぞ。イメトレは完璧。頑張れ。少し手遅れか。大丈夫か。カズマ早い。ダッシュ。いや、怖怖怖怖怖。うわあ。危ない。あ、あ、コースアウトしちゃった。じゃあ。こんなはずでは。痛いよ。三角押さなきゃよかったかな。もう一回。勝者は秀樹くんだ。くそ、ごめんね。なんということだ。かわいい。キリュウさん大真面目なの、かわいいな。もう一回やる、もう一回やる。よし、僕の勝ちだ。これで僕の方がカズマくんよりも渋くて速いことが証明されたね。え、ね、負けたまま進んじゃうのこれ。秀樹くん本当にこれでいいの？カズマくんは17年もブランクがあったんだよ。それなのに急にレースして勝ったからって、それはフェアじゃないと思うの。確かに。土星論。まして相手はお給料全部パーツに使うような人だよ。カズマくん、レース感取り戻したらまた来てよ。ヒデキくんもまたレースしてくれるよね。まあいいけど。じゃあ決まり。頑張ってね。勝つまでやらせてもらえるってことかな。対戦することになってしまった。ファイターの公認探しもしたいが、まずはレースに勝ってからだな。とりあえずカスタマイズの見直しをするか。え、これもうさ、ダッシュ押さなかったら勝てるのでは。さっき押しちゃったから悪い気がする。頑張ろう。さあ頑張れ。何も押さないとこう。あ、でもなんかやっぱ危険だな。ふわっ
ふわってなるな。ふわってなるの普通。じゃあもう最後ギリギリでブーストでも入れよう。なんか遅くなってきてる気がする。大丈夫か。最後ブースト8。大丈夫。出た。大丈夫。あーギリ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 終わったかと思った。やばかった。ちょっと思ってたより長かったコース。白熱した名バトルだったが、周回遅れ。その戦いをものにしたのはカズマくんだ。ありがとう。おめでとう。ファイターすごい実況頑張ってる。俺のよかったね。カズマくんやっぱり早い。ああ、嘘だろう。俺の本気のカスタマイズが。いや、私適当にやってるだけだからな。ライバルに勝つこの感覚懐かしいぜ。嬉しそうだったな。やっぱりセンスあるよカズマくん。私もまたポケサーやりたくなってきちゃった。じゃあ僕がパーツとか選んであげるよ。きっと忘れてることもあるだろうし。おいおい、ファイターの剣忘れてねえだろうな。あ、そうだった。お前な。え、何ファイターの剣って。あ、ミキちゃんだっけ。もう協力してくれるかな。多い方がいいよね。みんなショックを受ける。ショック受ける人が多ければ多いほどなんか失礼な気がしてきちゃう。僕も驚いたよ。この最初で最後であろう結婚のチャンスを応援してやりたいんだが。それで後継者探しをしているので、誰か当てはまるの。たくまくんに会いに行こうと思ってるんだ。たくまくんのことはこの子も知ってる。ミカちゃんか。たくまくんに。難しいかもしれないけど、今はカズマくんもいるし、これはタクマくんにとってもチャンスかもしれないと思うんだ。なんかまともな仕事ついてないのかな、うん、そうね、確かに秀樹くんの言う通りかも。一体俺のいない間にタクマくんに何があったんだ。え、タクマくんはね、あれからポケサーで好きが高じてプロの F1 レーサーになろうとしていたんだ。めっちゃお金かかるよね。おお、本物のレーサーにか。でも F1 レーサーの道は厳しいものでね、実力はもちろん財力やコネクション、求められるものはあまりに多かったんだ。うん、それ聞く。実家が太くないとまずレーサーの道はかなり難しいって聞いたことあるな。たくまくんもかなり頑張ってたんだけど、やっぱり挫折しちゃったのよ。そうだったのか。レーサーへの道はかなり厳しいとは聞くからな。それでたくまくんは今どこで何やってんだ。いろいろ仕事を転々として、今は天下一通りでホストしてるんだ。だと思った。何、たくまくんがホストだと。いまいち想像がつかんな。友達のつてでなったみたいだけど、結構苦労してるみたいで、なんとなく疎遠になってきちゃって。業界が夜になっちゃうとお金の価値観も変わってきそうだもんね。それでホストとして、何これ、いぶってるなら2代目ファイターやってくれないかと思ってさ。そういうことか。事情は分かった。では俺がたくまくんと話をしてくる。お前らはここにいろ。え、カズマくん一人で。ああ、こういうのはサシの方が話しやすいだろう。うん、分かった。たくまくんはスターダストって店に行けばいると思うよ。スターダストで働…あ、そっか。じゃあカズキさんにお世話になってるんだ。分かった、行ってくる。気をつけてね、カズマくん。ありがとう。キリュウさんがカズマくんって言われてるの、なんかそわそわしちゃうな。どうした、カズマくん。あ、どうした、ファイター、びっくりした。なんだかすまないね、俺の身の上話に巻き込んでしまって。気にすんな。もらったマシン分の働きはしてやるさ。おー、価値高いんだ。なんだっけ、ゴーレムタイガーだっけ。ありがとう。やっぱりカズマくんはいいやつだな。まああんたは今まで通り実況や受付を頑張ってくれ。ああ、本に切るぜカズマくん。ただフィアンセもポケサー好きなんじゃないの。こんな入れ立ちで受け入れてくれるって。だから豆腐屋片手間にポケサーしたりとかじゃダメなのかな。